ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団は、ドイツ連邦共和国ノルトラ・インベストファー練習の大都市、ケルンに本拠を置くオーケストラ。ケルン歌劇場専属のオーケストラとしても活動している。1827年に、ケルン市内の音楽家が集まって、オーケストラコンサートを開始。後に、本拠地としてギュルツェニヒ屋敷跡地の演奏会場に定めたため、この名称となる。 1888年にケルン主公人のオーケストラとなる。長い歴史の中で、これまでに数多くの作品を初演しており、ヨハネス・ブラームスやグスタフ・マーラーの重要なレパートリーも作曲者自身の指揮で初演している。また、リヒャルト・シュトラウスとも関係が深く、いくつかの作品を初演をしているほか、彼の唯一のバイオリン・ソナタは、 ケルン・ギュルゼニヒ管弦楽団のコンサートマスターであった、ロベルト・ヘックマンのバイオリンによって初演された。1986年にケルン・フィルハーモニーができて、以来このホールを本拠地とし、ケルンを代表するオーケストラとして、毎シーズン約50のコンサート、およそ10万人の聴衆を沸かせているほか、世界各国でツアーも行っている。ギュンターバントと、 30年以上にわたり親しく協業し、レコーディングにおいて、賞を受けているドミトリー・キタエンコの二人を名誉指揮者に指名している。ありがとうございます。